ちょさあということで日本シリーズ第3戦阪神対オリックス4対5でオリックスの勝利ということでオリックスが2勝1敗と勝ち越しっていうね えー、ところの試合展開、今ね、終わりましたね。10月31日火曜日ね、えー、18時プレイボール甲子園での試合っていうところでね、まあ今日の試合ね、えー、両先発、えー、オリックスアズマ、そして阪神、えー、伊藤正史っていうね、えー、ところの先発になりましたけれども、まあね、あの、アズマね、5回89、5アンド4三振、1死9、1失点と、結構早めに変わったね。もう1人ングぐらい、まあ行くかなっていうね、ところはあったけどね、まあ、プスパーっと、なんか、 えー、6回からね変わったかなっていうね、えー、ところはありますまあその中でね、えー、5回895安全43411111点とていうか形でね非常に素晴らしいピッチングこれで今シーズンね、えー、レギュラーシリーズ含めてね負けなしっていうねところは非常に素晴らしかったしかもね、えー、配球でいうとチェンジアップ、えー、2シームカーブっていうところの結構遅い球をね有効的に使って緩急をつけてね勝負できたかなと。 こういったところはね、2戦目ね、まあ宮城に対しては森がね、えー、バッテリーが多いっていうところもあるけども、若月がね、2戦目ベンチでしっかり見て、あの、いろんなことをね、これベンチで見るっていうところもね、その森がね、自分にな、ね、い引き出しの配給したりとか、こういうのもいいんだ、あ、こういうのはダメだなっていうところをね、あの、自分がやんないでね、勉強できるっていうところでは、まあ1戦目やられて2戦目完璧に抑えたっていうところでね、非常に頭がリフレッシュされて、非常にね、またそこでいい勉強になったと思うね、ワンクッション置いて。 で、あの、東っていうね、まあ山本はね、山本とは全然ね、救出も違うし、投げる球も違うからね、なかなか一緒っていうわけにはいかないけども、このチェンジアップね、えツーシーム、えー、そして、えー、まあツーシーム、チェンジアップが緩いチェンジアップで、ツーシームがもうチェンジアップみたいなね、2種のチェンジアップね、えー、みたいな感じだけども、それに緩いカーブっていうところで、めちゃくちゃ緩急がね、 えー、ついて非常によかったなっていうところもあるんで山本もね、まあ、東と一緒じゃないけどこういうふうにカーブとかね遅い球を使って緩、ね、急をつければもっとねいいピッチングが、ね、次の時にはできるんじゃないのかなというところではいいヒントにね若槻的にもなったんじゃないのかなというところとね、まあ、若槻の配球そして東の制球力というところでは非常にね良、えー、かったなとで逆にね阪神、伊藤正志ね5回83球5安打2三振無四球4失点というね、えー、形になったけどもあの全体的にね伊藤はツーシームチェンジアップはね シーズン中のいい時に比べるとちょっと制球力悪かったんじゃないのかなとあと全体的に高かったねそうチェンジアップツーシームっていうところが抜けてる球もいっぱいあったしそこら辺はねレギュラーシーズンに比べるとちょっと調子悪かったんじゃないのかなっていうねあとはね、まあ、このね審判っていうところもあるけども,もう全体的にはずっと一緒だったよそいいとか悪いとかじゃなくて、まあ、傾向としてはコースは厳しく皇帝甘くみたいなねあの感じの,あのストライクゾーンに見えたね だから最後のね大山に対しての平野のアウトコースのストレートっていうところもねまあボールだったしだからまあ胸に打たれたところっていうのもインコース、アウトコースいやめちゃくちゃ際どいとこあったよ、正直ね。でも一貫してたと思うんだよね、俺はだから、工程は甘くコースは狭くっていうねところの,あの癖に見えたねまあそこら辺もね生かしていくしかないからね文句言っても変わんないからねその中でどう生かすかっていうところもねキャッチャーの技量にね試されてるっていうところもあるからね。 正直ね。まあ、でも、ま、一つ言えるのは、ま、一貫してたかなっていうね、えー、ところはあります。ね。まあ、その中でね、阪神は2回に先制っていう形でね、大山がヒットを打って、佐藤三振するけども、これ、ロイジーのライト前ヒットめちゃくちゃ良かったね。初球のアウトコース、ストレートね、軽打で逆方向っていうね、この逆方向うまいバッティングをするよね。あの、初戦のね、犠牲ね、ランナーセカンドからの進塁弾になるフライもそうだったけどね。で、その後ワンアウト一三塁から坂本のね、えー、セカンドゴロっていうところも、ここね、ゴンザレス、ナイスキャッチ。 あれ、抜けててもおかしくないからね、普通にね。しかも、取ってからね、あの、紅林もないスロー、取ってから早くて。ひょっとしたらダブルプレー行けたからね、ギリギリね、ダブルプレーなーずっていうところだったけども、これはね、ゴンザレスナイスプレーだったね。さすがメジャーリーガーのね、守備力ミスたかなって。まあ、ここでね、え、阪神も1点先制して、いや、これかなりいいねと。 これリード馬藤しがポンポンポンっていけばこれタイガースね、戦、えー、勝ね、えー、2勝目していくんじゃないのかなっていうところで、も、ま、う、あ、オリックスもね、1回から3回までっていうところでは、初回のね、森のヒット、これもね、バット折りながらだっけどね、先っ,っぽね、それだけで、まあ、完璧に抑えられてる中でね、前半が1対0で進んでいくんだけども、で、もう一つね、前半で大きかったのが、このね、3回の裏、3回の裏、先頭、近本がライト前ヒットを打って、ね、中野がアウトになるんだけども、森下の時にね、近本盗塁して、若月刺すんだよ、ほんとぐっすろ めちゃくちゃ取ってからも早かったし、あの、もうここぞとないところね、早急したコントロールも良かったけども、こういうふうにね、刺していくから、その後もなかなか走れないんだよね。あの、終盤のね、8回か、あの、ダイソー島田が出た時も、やっぱりね、あれがあるからね、その前のね、強れでも刺してるっていうところでは、完璧なスタートじゃないとアウトになるっていうところで、もうスタート最後の最後でさせないんだよね。っていったところでは、このね、3回のね、 近本をね、刺したっていうところがね、この試合の大きな分岐点にね、その後かなり高い影響力をあの与えたんじゃないのかなっていうところでは、この若月のね、セカンドスローっていうのは、ちょっと一つのね、この試合の分岐点になったね、非常に重たい、非常に大きい俺はプレイだったと思うね。 まあえ、ね、4回の表っていうところでツ、ね、ーアウトからトン宮ホームラン、まあ、若干コースは甘くなったけど低めのいいところ投げてんるのでアウトコースねこれをバックスクリーン横にホームランというところとあとト頓宮は、ね、もう守備も守れるということで、まあ、途中でね、あのまあ、大丈夫に、ね、ならないようにまだ完璧じゃないっていうところでソーを送られたけどもこのね、守備守ってホームランはめちゃくちゃでかかったねこの一発であまだどうなるか分からないなっていうところではこうトングーの、ね、ホームランっていうのは本当に素晴らしかった。で、5階の表ね、紅林が チェンジアップね、通信向けポーンって泳ぎながらね、バットを出してライト前ヒット。で、こっからね、あの、若月の時に、ツーボールから、ツーボールからだからね。 2ーボールから思い切ってエンドランというところで、まあ、ここは、ね、中島監督、ね、この伊藤正司の制、ね、球力というところを信じたと思うんだよね。これがもし制、ね、球力がないピッチャーだったら2ーボールからだったら作戦しないでフォアボールで1、2塁というところも考えられるからそういった面ではこの伊藤正司の制、ね、球力を信じた、ね、中島監督の采配が、ね、的中だねこれまあピッチャーにもよるからね。 でそこでね、若槻もセンター前っていうところで抜けて、ね、ランナー、一、ね、三、ま、塁、あ、ここ、普通にバントできないからね、9番の東に向かっていくからバントしても広岡の、ね、1本だけってなってね、あんなってくるからそういったところではこのね、6番が出て7番ってバントしづらいところででもなんとかっていうところでね、このエンドランをかましたのはね、めちゃくちゃ素晴らしかったで、ノーアウト、一、三塁から廣、ね、岡のショートロここはね、阪神の内野陣が後ろ下がってたっていうのもあるからで6、4、3、ダブルプレーなんだけど廣岡がね ファーストでセーフになったのも大きかったし、阪神としてはこれで、ね、ダブルプレー取らなきゃいけなかったね。どうにかしてね。で、これね、ファーストに残ることによって、で、ワンアウト一塁。で、まあ、ここでね、東が送りバントするんだけども、なんと伊藤正氏がセカンドに悪送球。まあ、これもね、伊藤正氏の牽制気味にホーム投げるっていうところで、一塁ランナーの広岡が、もう、け制と思ってめちゃくちゃ 戻ったんだよねもうファーストベースぐらいまで戻った中で東がバントしちゃったからセカンドちゃんと投げとけばアウトだったのよでこれはね伊藤将司めちゃくちゃファインプレーだったんだけども送球が悪かったワンバンになってねあのショート木浪、えー、が、えー、取れないでセンターに抜けていくっていう形でねワンアウト一塁でここでね長川がセカンドフライでアウトになってツーアウト一塁になるけどもねいつも言ってるね短期決戦ね、えー、国際大会っていうのはどれだけ打つかよりいつ打つかそれをね 胸が3試合目にして日本シリーズ初ヒットがタイムリーっていうところでここもね発球粘ってまあギリギリのところめっちゃあったけどねそこをしっかり見切って最後、ねセンター横ねオーバーになる2点タイムリーツーベースっていうところでね一気に3点だから廣岡のねダブルプレー崩れて残ったっていうところとねあとはアズンのエラーねでここでね胸の一本というところでまあタイガースとしたらミスがね 起きたっていうところは言いたかったねこれアズマンのところセカンドシャンデーの時はダブルプレーで終わったからねだから正直こう1点で終わってたところね自分たちのミスっていうところで失点しただからね何気にこの試合はねまあ、5対4ねお互い9本10本でヒット打ったけども何気に中身はね守備だね守備の差っていうところでねオリックスがねこれ1点差を勝ち切ったからっていうねここも本当に1点で収まってたからねこの2失点っていうところは阪神にとってねかなり痛かったねでその後ね この5回の裏に、ねえー、ピンチ迎えるんだけども、もまあワンアウトからあのー、ワンアウトからね木浪がライト前、木浪が良かったね、今日もう猛打賞ていうところでね、ねだいぶ渡辺、アウトになるけども、も近本、フォアボールで、ツーアウト1塁になってね、ね中野がレフトフライっていうところで、今日ねこれ中野ね、ね全体的に言うと、えっと中野がね5打数ノーヒット、まあ1打点っていうところがあるんだけど、一気にねここまで打ってたけど、こうノーヒットになったんだけど、これまでね中野、どっちかっていうと、レフトにばっかり打たれてたのよ、こう引き込まれて逆方向。 引き込まれて逆方向インコースも詰まりながらも逆方向っていう形で全部逆方向に打たれてたからこの試合はね、それを見せえてしっかりね、インコースめっちゃ攻めていくのよでそれで全部詰まらせてレフトフライレフトファウルフライも含めてねで若干ね、レフト廣岡がちょっと前目に守ってるんだよ前に落とされる可能性あるからねそういった守備ポイントも良かったしちゃんとインコースでね、もう引っ張りでかかってこないからね全部反対方向に来るからそこをうまくインコースも全部ね。ね アズワもついていって、で最後、平野の時もね、最後インコースまっすぐ、見逃し三振、ちょっ中途半端なスイングで、ね、だからもう迷ってんのよ。中野を迷わしたっていうところでね、このずっとね、やっぱりね、よく打ばったりはインコースなのよで。そのインコースもね、うまく打ってくるから、それを防ぐように、レフトの広岡を若干前に間をさしてる、ね。これがベスト。 だからあ落ちるんちゃうかっていうやつもね労岡がランニングキャッチしたりね間に合って取ってたじゃんあれはね若干労岡をね前に回させてさすがにレフトオーバーはないでしょうしかもインコース攻めますよ詰まらせてカンちゃんだけやめましょうっていうねこの全部のねえバッテリーそして守備の守り全部がねこの 石の疎通マッチングしたねこの中野を防いだていうところで最後は迷わしてねインコース、ーンとねピンチのピンチでインコースチラのドーン中途半端な三振っていうね全部つながったねこれはね12戦目の反省も踏まえてしっかりチームのスコアラートとともにやってしかも守備ねディフェンスのコーチも含めてディフェンスと同じようにこのねバッテリーができたというのはねこれめちゃくちゃ最高なのよ、何気に、ね。 そういったところではね、こういったところもしっかりね、中野を抑えれたっていうところも良かったし、で、またピンチを防いでね、え、6回表、ね、ピッチャーブルワーに代、ね、わって、トングがレフト前ヒット。で、ここでね、ダイソー、アダチが出て、ゴンザレスフォアボール。このフォアボール痛かったね、阪神はね。で、紅林が送りバントを決めて、若槻がね、きっちり犠牲フライっていう1点取るっていうね、ヒット1本で結果的に1点取って、まあ、結局はお互いフォアボールが痛かったんだけども、このフォアボールが一番痛かったんちゃうかっていうね、ゴンザすね。だ結局フォアボールがね、 今年は致命的になってんなっていうところもあるけどね。でも5対1になって、このまま完勝かなっていうね。ところで、6回ぐらい、先頭ね、森下がライフト前ヒット打って、この大山のね、さあどころノーアウト一塁から、これ、胸が、体で止めて、ちょっと弾いたけど、セカンドで上げてアウト。これ、スーパープレイ。グラブ当たってないからね、もも、も、こ膝、ももぐらい当たったからね、そのももぐらい体で止めて、ね、 あれ、抜けてたらね、えらいことになってたからね、正直ね。それをね、変な、規則な、バウンドっていうのもあったし、打球の速さっていうのもね、あったけども、あれをグラブにも当てないで、体で止めるボディストップ。完璧。あれ、本当、大きく弾いててもね、ヒットだったから、まあ、ちょうどね、いいところに落ちたっていうのもあるけども、あのね、サードゴロ、体を張ったね、胸のプレイっていうのはね、めちゃくちゃ大きかった。で、その後、佐藤ノイジーね、きちん打ち取って、0点終盤入ってくんだけども、まあ、ここでね、東はね、あの、 お役御免っていうねところでね5回でね親御免で変わってんだねだからあの6回からね小木田っていうところでね、まあ、先頭森下がねヒットになるけどもその後とねちょっとバタバタするけども胸の好プレーでね抑えたっていうね小木田でしたねで7回ねあの山岡に変わってだからほ本当はね今日山崎総一郎がベンチ外れたんだよ でも練習前はマウンドをチェックしたりとか練習してたってで途中から平井講師の中島監督がなんかベンチ裏に駆け込んで話し合ってたからひょっとしたら練習中に何かのアクシデントが起きて山崎を、ね、ベンチ登録外にしたのかっていう本当だったからここは宇田川山崎、平野だったかも分かんないけどもここでねちょっと山崎がいなくなった時のことによってねちょっとリリーフがきつくなるというところで、まあ、山岡は出たんだけど坂本ね、ね木並みの連続ヒット。ね で、えー、代々糸原ね、えー、センターフライでアウト。ま、あここね、4点差あるからなかなかバントはできないよね。で、近本フォアボール。これ痛いんだよ。ゴンザレス割りに痛かった。このフォアボールね。だから僕、ここら辺でね、今日の山岡ね、もうストライク取るのにね、精一杯っていうところだったからね。そこら辺はね、もうちょっと抑えるとか抑えないじゃないね。もうスライダーは抜けてるしね、もうストライク取るのがやっとですみたいな。腕は緩むしね。抑えるとか抑えれないとかっていう状態じゃなかったね。で、その後ね、中野に、えー、ファーストゴロで。 まあ、内野ゴロでの間に、ね、1点取られてツーアウト2、二塁から森下にねあのスライダー甘めに入ってきたところを、まあ、森下もね無理やり引っ張らないでライト前っていうところではねめちゃくちゃいいバッティングだったけども1点差になってツーアウト1、一ここで宇田川に変わってまあ、サードゴロでねアウトっていうところでまあ、本当だったら森下のところで宇田川行きたかったと思うのよでも、その後見てわかるようにもう宇田川買いまたぎするから本当だったらもう山を抑えてくれと。だからもう 本当だったら森下で代わりなんだけど山崎総一郎いないからもうこの回、山岡なんとか抑えきってくれと宇田川使いたくないんやとこれ次の回も行く予定なんやっていうところでまあもう打たれちゃったから仕方なくねこ宇田川に変えちゃったんだけど本当だったらもう森下のところで交代だよねでもそこがねちょっとベンチの中のところっていうところを考えるとねまあ苦渋の決断で続投したけどねちょっと抑えれなかったっていうところでまあその後ね宇田川を抑えてね8回もね開幕的でねノイジーにヒットを打たれるけどね。 その後しっかり抑えてっていうところで、まあここでノイジーにヒットを打たれて、この7番坂本のところで代走芝田ができて、何回も盗塁しようとしたら、行こうかと思ったらストップして、行こうかと思ってストップして、これがね、さっき言った若槻がね、3回に近本をね、刺してるっていうところがね、完璧なスタートじゃないとアウトになるかもしれないっていうね。 ところができてるこの抑止力が働いてるわけよ。ねで、ここでね、あのー、盗塁仕掛けることができないと、多分ベンチからはいけっていうのが出てるけど、仕掛けることができないと、まあ、これ仕方ないと、ね、坂本バンド殺影というところでサインが変わって、多分バンドになったと思うんだよね。で、ツーアウト二塁になって、まあ木浪はね、ここまで打ってるけど、最後ね、宇田川のフォークね、振っちゃって、まあ三振というところで、この宇田川、やっぱ宇田川、日本シリーズ強いね、去年もね、ノーアウト満塁から来て抑えたっていうところもあるしね。 宇田川のね開幕的っていうのは今日の試合の中ではね大きなポイントになったんじゃないのかなっていうねで7回裏ねそうだ7回裏言い忘れてたけど最後ね大山のサードゴロこっからの胸のグラブさばきあのまた強襲のねやつを半身になってねグラブさばきでポンって取ってサードゴロねあれもひょっとしたらね土のグランドっていうところもあるしねバウンドを合わせるのが難しくてねレフトまで抜けていった可能性もある中でね 今日は本当にね、ピンチで胸のねこの守備っていうのが光ったね、これ6回のね、6回もそうだしね、ねこの7回のね大山の、だから2イニング連続ね、胸の守備にね、これをピッチャー陣は助けられてるんだよ、ね、そういった意味ではね、この胸のね守備っていうのもね、一つは体で止めて、もう一つはグラブさばきっていうところでね、しっかりした打球をね、しとめたっていうところでは、このね、やっぱりディフェンス力、ね、阪神は一つのエラーで、すべてが総崩れ、ね。 でオリックスはなんとか崩れかけそうなところを守備で全部止めるっていうところはね非常にねディフェンス力ね高かったなと思いますね。で、まあ、その後ね8回にはね、えー、オリックスね、えー、石井からねゴンズスセンター前ヒットで紅林、ねえー、バンドファウルフライこんなことしてると流れ変わっちゃうよっていうねところもあったけどねで若槻、廣、えー、岡がね連打できず8回裏はねしっかり宇田川が抑えてで9回裏表はねフォアボール出すけどもね にに完璧に抑えられてってっいうねねところでで、ね、勝負の9回裏ねピッチャーね平野に代わって先頭、原口フォアボールっていうねフォーク、ね、2エンド1からね見逃したフォークあれ良かったねやっぱりねフォアボールでも出てやろうっていうね多分気持ちがあったと思うのだからねあのフォークを見逃せると思うけどでフォアボールねでダイソー上田が出てきてでねで近本はセカンドゴロ、まあ、でもランナー2塁で進塁してで長野がねこインコース中途半端なスイングで三振。 で森下はねフォアボール、大山っていうところでツ、ね、ーアウトにしるより、ね、昨日も言ったけどポイントはね阪神、大山ちゃうかってね言ってたけどもね、えー、初球ボール2球目ねストレートでストライクっていうところでまあこれ、もうなかなかねフォークをね続けていくのは難しいんちゃうかっていうねで3回目フォークでファウルワンボールツーストライクで追い込んでねここからストレートボールになって俺はこのつここでね見てて絶対次も男ストレートやと。 これでフォーク行ってボールになったら最後ストレート行くしかないからここは絶対まっすぐやっていうところでストレート行ってあの際どいところねボールになってスリーツーになってこれどうするんやろなと正直ねこれまっすぐ3球続けるか引っ掛け気味だけどど真ん中入ったら怖いなフォークもちゃんと制球しきれてないしな最後ね森下の時も最後フォーク行ってフォアボールだし何投げんのかなと思ったらね最後フォークね出してまあ真ん中低めにちゃんと落ちてね大山が振って空振り三振で終わるんだけどもでここはね 若月は、ね、まあその前の、ね、森下の時からもそうだけども、もワンパン全部、宇田川の時からワンパン全部ちゃんと止めてるんだよ、今日、一日、まのと時からそう、これ、ブロッキングっていうのがやっぱりね、低めにしっかり投げれるっていうね、このピンチの状況でもね、ちゃんと投げていけるっていうね、この各投手の思いっきりを生んだと思うんだよね、だからこのね、若月のブロッキングもね、今日めちゃくちゃね、良かったし、この勝ちにとってね、大きなウエイトを占めたと思うし。 で、でその中でね、最後、フォークっていうところも多分、もうね、満塁も頭入れてたと思う、もう満塁仕方ないと、もう満塁になっても仕方ない、このね、大山、月佐藤、この2人でね、ワンナウト取るんやと、下手したらね、この森下、まで森下、大山、佐藤、この3人でどうにかしてワンナウト取るんやと、もうフォアボールやむなしっていうねところの考えもあったと思うねで、最後、フォークでね。 というところもね先を見据えた配球とワンバウンドをしっかり止めてきた自信と、ね、それに応えたピッチャーっていうところでね非常に若槻のね仕事としては良かったかなと、えー、思います。ということでね、まあ、今日の試合でいうと、ね、ヒーローはね胸と若槻だねこの2人だね玄人解説でいうとやっぱ胸のねあの守備そしてあの1本っていうねところも大きかったけどあの守備ね俺は守備の胸をね褒みたいであと若槻ね さっきも言ったけどあの3回でね近本の盗塁を刺したこれがめちゃくちゃ大きかったその後の抑止力になって島田は走れなかったあれ刺してなかったらねもっと早く島田走られてるよ正直ねそれをしっかりは、ね、走らせなかったフォークを全員のフォークを全部止めてきたそれによって最後まで低めにしっかり投げてこれるっていうピッチャーの勇気を与えたそれによって最後三振取ったっていうねところでねやっぱこのね胸とね若槻のディフェンス力これがね今日の試合 阪神に勝ち切ったね、一番のね、重要ポイントだったと思う。これが、クロうと解説、佐々木です。ねファンの皆さん、どうですか、胸の守備、若槻の守備っていうところが、今日の MVP と思いましたか、ね表向きで言えばね、もう胸のバッティングで、<laughs> それはね、あのそれは分かりやすい、でも佐々木さんにはそんな分かりやすい解説しないです。ね逆にね、やっぱこのね、タイガースはね、やっぱり伊藤のね、あの、完璧にね、ランナーを逆戻りさせての、バンドさせて、セカンド。 163、16ダブルプレーをねあのワンパン投げちゃったっていうあの1つのプレーがね正直、すべてをね狂わしたっていうねところとブルワーのゴンザレスへのフォアボールこの2つ、この2つがね阪神が今日負けた一番のキーポイントになった試合かなと、えー、思います。まと、あ、ということでね まあ、オリックスがあって、明日はね山崎幸也と佐伯っていうところでね、まあ、山崎幸也の、ね、バッティングっていうところもねあの楽しんでね注目していきたいし、あと山崎総一郎がねベンチに入るかどうかっていうところでもオリックス、ね、リー不尽どうなるのかっていうところでね非常に大きな問題になってくるんで、あの佐伯はねまあ、すぐホっていうところでね、まあ、三振、バットバット、まあ、パワーアップ勝負だねっていうところがどういうふうになっていくのかだからやっぱりもう一回甲子園に帰ってね、ね下半身は今年、ね、エラー数多かっただけにね守備ね。 守備大事になってくるから明日の試合もねフォアボールと守備これがね一番大きなポイントになってくると思うからそこら辺はねしっかり気をつけてね戦ってもらいたいと思いますということでね第3戦5対4でオリックスの勝ちというところで佐々木の総チェックね解説評論ねキーマンお届けしましたあざました <music>